はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビシです。では信長の野望革新続きをプレイしていきましょう。前回ね、武田軍に岐阜を奪われるという失態、これを犯したので、今回この岐阜を取り返したいんですが、今度は武田が筒子ヶ崎館奪還に動いてきましたね。ただし今北条とは一旦停戦しているので、北条を放置して武田に集中できるという状況は作ってあります。なのでまず岐阜の奪還を試みましょうか。最悪筒子ヶ崎館は一旦返してもいい。まずは岐阜を奪還しないと話にならない。忠勝が加わったぞ。これで一気にこちらとしても武将の戦力が増す。浪人誰かいる？統率高い武将これっていうのがいないな。まあ忠政は雇っとくよ、一応忠勝の関係で。岐阜を攻略したいな。軍団方針、信兼の軍団さ、どうなのよ。武将の数32人いる割にはさ、動き悪いすぎだよね。兵力9万。もうちょっとしっかりしてほしいよな。そうすると、信雄の軍勢に、まずは岐阜を奪還させよう。で、人材、登用、いや、登用じゃないね、防兵だね、軍事の防兵。あと、金があまりないので、無茶はできないので、一旦これでやめておきます。まあ、筒子ヶ崎館は一旦放置していいので、筒子ヶ崎館が攻められてる今のうちに、出陣して、取りましょう。岐阜を取り返す。そっからだ。で、まあ、並行してというわけではないんですが、外政で協定。関東の黒人衆は確実に味方につけたいのと、あと鳥羽の水軍衆、誰もダメか。誰も信用してないと言われている。まあそりゃそうだよね。徳川裏切ったからね。当家の悪名、そう言われちゃう。まあ岐阜は取り、あえず取り返しましょう。全てはそっからだ。信長の4600に長近の8600。あー、これでどうにかなるのか。雪村はじめ攻めてきてるからね。柏崎が危ないな。まあそれでもとにかく今はとにかく岐阜を取り返すこと、これが一番重要なので、これはあります。交渉の使者あげるよ。新掃除ちょうだい。ガハ、よし、金が入ってきたんで、軍事、違う、内政バイバイ。で、軍馬、とにかくまずは軍馬数集めましょう。1万馬ぐらいは欲しいですね。正純と忠勝が戦う。徳川が2つに割れたな、まさに。さあ、石川康永ですね、徳川家家臣。さすが忠勝よ。お味方が城内に突入します。 OK だ。岐阜を取り返す。まずは
忠勝よ。これで取ったでしょう。さすが忠勝。 OK だ。そしたらすかさず人材移動。一旦信長、さらに忠勝は安土に戻ります。先久が来てるが金は払えん今は。まずは内政でバイバイ。軍馬の数を、揃えましょうという話をしたんですが、技術は無理か。改築、鉄条もまあ入れておこう。怖いんでね。安土が失われるというのは絶対に、あってはならないことなんで、軍馬と買っていきましょう。で、軍団方針。どっちに組み込むかだけど、まあ、ここは、そうだね。信兼の方に、もう一踏ん張りしてもらいたい。で、柏崎はどうなってる？落ちる可能性は高いけど、持ちこたえてくれれば何かがあるな。春日山城攻略のために部隊を出したいで。黒人衆、北陸の黒人衆がどうかだな。外政。まあ、ダメ元で北陸の黒人衆に協定の依頼をしに行こう。ダメかーとなると北陸の黒人衆を相手にしながら戦うのはきついよね。であればやっぱり不可視だな。不可視。不可視攻略に切り替えよう。方針。信忠は一旦攻略目標を八橋城に変更。信兼、これの攻略目標ですね。これを不可視。不可視を取り返す。北条が岡崎に向けか。ちょっと待ってね。北条か。停戦。北条どうにもならない。岡崎がちょっと厳しいけど、東海の黒人衆がうまいことやってくれるかどうかだね。あとは では東海の黒人衆、これに指示を出します。武田になっちゃうの？まあいいか、しょうがないね。超高速壁からの要請の下。いやー、全然出してあげんだけどさ。守りきれるの？今、ここ攻められてさ。さーて、どうする？岡崎が危ないけど、まあ最悪岡崎を失ったとしてもいいから、今は、ふかしが欲しいよね。だって、ふかし、がら空きだもん。ふかしを取り返す。で、一応岡崎の動向も確認する。だはぁ、そうなんだよ。今更停戦しようとするなんて虫が良すぎると言われても仕方がない。岡崎を失うのか。まあ、岡崎失ったとしても、絶対に守らなきゃいけないのが、岡崎ではないので、今は不可視を取る。武田からの返還の使者に関しては、こちらとしても条件提示をして、誰を引き取るか、総合か宗則か、まあ総合だな。全体的に合戦で使える武将から解放させる。
岡崎城が奪われた。まあこれはいいよ。予定通りよ。ある意味。キオスをしっかり守ってくれればそれでよし。ちょっと不可視取れないか。硬いね、不可視。武将の数、質ともに劣るね。溶けてなくなった。さて、どうしたものかな。ちょっと考えもんだよね。東海の黒人衆が頑張ってくれてるけど、それだけでどうにかなる感じではない。武田からの返還の使者。鳥取18万でしょ。岡崎城に8万も軍勢入ってんの？結構しんどい数入れてくるね。ちょっと困ってるのがここだよな。どうする？岐阜に向け進撃か。岐阜は守らなきゃいけないからね。岐阜を守りきれるだけの兵力はある？大道場に5万か。キオスに2万6000。観音寺から出陣するしかないね。岐阜が攻防戦の的になるとはちょっと思わなかったよな。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。キオスに向け出陣って、キオス大丈夫？ちょっと待ってくれ。キオスなんかさ、こんな北条の大軍勢に囲まれても勝ち目ないだろう。いやー、尾張を失うのか、北条相手に。重いし、お味方が負傷しました。信長が負傷してるじゃないか、お味方がっていうか。いやー、キオス、ちょっと待ってくれ。どうにかならないのか。返還の使者。まあ、返還の使者はいいよ。久秀返してくれ。秀久だ、秀久。それはそれとしてだ。どうする？停戦したい。北条と停戦したいよ。
キヨス、どうにもならないな。岐阜も危ないしさ。大丈夫か、岐阜。危ないぞ、岐阜が。落とされてるよ、岐阜が。尾張を失うことになるぞ。苦しいなぁ。もうだって次観音寺になるよ、次落とされるの。マジですかい。いや、岐阜、ともかく、安土を失ったらもう無理でしょうよ。いや、なんかいよいよ危なくなってきたな。どこで間違ったんだろう。桐山御所に来るか。真下長森。貴様。マジか。敵が我が領内に向かって出陣。くそー。信孝捕まってんじゃねえか。何やってんだよ。もうフラ攻めを受けてるとか言ってマジでやめてよ。なあ、もう食い止められる場所がなくなってきてるぞ。どこで食い止める。八王子も失うな。観音寺が失われたら終わりだけど大丈夫か。岐阜に5万の軍勢入ってるもんね。寝返る奴らも続出してやがる。いやー、間違ったのはあれだな。家康を裏切ったところが間違ってたね。信長の野望はね、この一つ手を間違えると取り返しがつかないことになりますね。まさか、尾張に北条の旗が立つことになるとは。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。敵が観音寺だな。ついに観音寺の戦いになってしまうのか。観音寺で迎え撃とうじゃないか。武田に滅ぼされる日が来るとはな。ただし、この安土城天下無双の城、そう簡単には落とされないぞ。ここはまず籠城して、味方の五つ目の部隊が来るのを待ちたいけど、御所には何人いる ?1900 しかいねえし。まあでも、この程度の敵数相手だったら落とされないね。安土は。そんなにやわな城ではない。まあ、安土は実際には山城に近かったみたいですからね。で、山のふもと、まあ、山の上まで登るのがめんどくさいので、山のふもとに、信長の、まあ、屋敷みたいな、新城みたいなところもあったと言われてるそうなんですが、
この安土城そうそうは落とされないぞ。八王子が奪われた。耐久がゼロになるとちょっとこの5000の軍勢ではきついな。清正がどれくらい食い止めてくれるかだけど。耐久が消えた。いやー落とされるか。安土が家康を見限ったところが捉えられました。間違いでしたね。残念です。というわけでですね、まあ信長の本拠地次々に奪われましたね。最初の本拠地清須、さらに岐阜、そして安土まで奪われるということで、まあ、ちょっと残念なんですが、革新のプレイはここまでにじゃあさせていただいてですね、信長の野望は2月にね、大使のバッキーとも出ますし、あとは現在大使で、明智光秀プレイ、まあ、再来年の大河ドラマ、麒麟が来るにちなんだ光秀プレイもやってますんで、そちらの方もね、ぜひぜひ覗きに来ていただければ嬉しいなと思います。まあ、もちろんまだ巻き返しのチャンスはあると思います。信長、依然100万を超えるグッズで、抱えているというのと、敵島津はね、55万で半分ありますけど抑え込んでいると。ただし、このね、武田信玄から勝頼に代替わりして、勝頼がだいぶ強くなったっていうのと、この兵力30万って書いてあるこの武田家なんですけど、全兵力を、まあ、言ってみれば信長にぶつけてこれる状態なんですね。北条も同じ、36万、これ全部を、信長にぶつけてきますと。で島津も同じなんですよ。50万を全部信長にぶつけてくる。で信長はというと、今言った武田、北条、島津、これに兵を割かなきゃいけないので、100万とはいえ、実質30万ずつ当たらなきゃいけないって考えると、まあちょっとね、苦戦という状況だったのかなと思います。まあ反省点としては、今話したように、徳川をどう遇するかだったんですけど、徳川との同盟に固執したがために、無駄な同盟の延長をして、結果、家康がね、いざ潰そうっていう時にタイミングを見誤ったのかなというところですね。なので、まあ、戻れるんだとしたら家康と同盟を結んだ後ですね、同盟切れしたタイミングで、家康を攻撃して、家康はじめ、徳川の優秀な家臣団、これを傘下に入れてしまうというのが あれば、北条、武田戦線がだいぶ変わってきたんじゃないかなというところ。で、もう一つは、武田を追い詰めつつあった時に、武田を完全に潰しきれなかったところですね。武田の本拠地、辻ヶ崎館、深志、この辺りを攻略した時に、一気に武田を飲み込んでおけばよかったんですが、もたもたしてる間に武田が、下に勢力を伸ばし、力をつけて巻き返しに来た。これがね、ちょっと痛かったですね。というわけで、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回またこの続きプレイしていきたいというふうに思います。じゃないですね。次回は、信長の野望大使になるのかな。一応今までですね、信長の野望を全シリーズやろうということで、初代信長からここまでずっと進めてきていて、最新作の大使まで全部信長の野望はプレイしてきたかなと思いますので、信長の野望をやろうシリーズは一旦ここに集結。ということで、今やってる信長の野望大使中心にプレイの方はね、やっていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、
興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。